1>, 1時58分に発生した地震の情報をお伝えしています。1時58分頃、石川県能登地方を震源とする最大震度4の地震が発生しました。震度4、震度4を観測したのは珠洲市。震度3、震度3を観測したのは上越市。糸井川市。長岡市。船橋村。 能登町となっています。震源の深さは10キロメートル、地震の規模はラス。マグニチュードは4.8。この地震による津波の心配はありません。この地震による津波の心配はありません。1時58分頃、石川県能登地方を震源とする最大震度4の地震が発生しました。震度4震度4を観測したのは涼市 震度3、震度3を観測したのは上越市、糸井川市、長岡市、船橋村、能登町となっています。震源の深さは 10km。地震の規模はラスマグニチュードは4.8。この地震による津波の心配はありません。この地震による津波の心配はありません。音楽